現在東京国立博物館で開催中の生誕150年黒田清輝日本近代絵画の巨匠というこの展示、そして今夜の特集、まず一つ言っておかなきゃいけないのは、ま、言わしてください、いわゆるいい絵を純粋にありがたく鑑賞するだけで事足りりというタイプの内容ではございません。そうではなく、ある作家、つまりこの場合黒田清輝の作品や活動を点で見るのではなく、時系列に順に並べて見ていくと同時に、同時代の世界的な文脈を踏まえて見てみる、つまり縦軸と横軸に大きく視点を広げると初めて見えてくるものがある。それは近代日本の文化のあり方と、一人の男の報われぬ魂の物語、それが最終的にドスンとくるように構成された展示であるという、そういう意味で美術館的というよりやはり博物館の展示ということなんですね、で非常に泣ける物語を、提示しているんだけど、ラストのラストにそれでもそういう物語性とか時代の空引きを超越する圧倒的な何か、まあアートなんでしょうか、それが示して終わる非常に鮮やかな幕引きの、そんな展示です。なので、見終わった後ですね、私、連想したのは映画フォックスキャッチャーのような、恐ろしくビターだけど涙が出てくるほど人間的な超良質の電気映画を見たような感触、これを得たということでございます。こんな感じ。まずは、出だしとしていかがでしょうか。今日はこんな特集をお送りします。タマフルカルチャーシリーズ改め、教科書で見たことあるけどよく知らないから、これを機会にちゃんと学ぼうシリーズ、日本美術界の偉い人、黒田清輝がやろうとしていたことって一体何だったのか特集 by 松島雅人。はい、ということで私もね、はっきり言って今週木曜にね見に行くまではこんな感じでした。美術の教科書で名前は聞いたことあるようなないような、代表作湖畔とか読書とか見たことあるような、まあ見たことあるけど、あのなんかおっぱい見せそうなやつでしょみたいな、などとぼんやりした認識の人が大半であろう明治時代の洋画家黒田清輝、もちろん教科書に載っているような偉い人、これは間違いないわけですが、実際何がどう偉いのかというか、そもそも黒田清輝とは何を成した人か、もしくは何を成さなかった人なのか、実は知れば知るほど味わい深いこの黒田清輝という人物アーティストについて今夜はたっぷり学んでいきましょう。ぶっちゃけ今夜は泣ける特集じゃないかと、てか本当にこの番組好みの特集だと思います。解説はおなじみのタマフル御用学芸、失礼なのね、松島雅人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご無沙汰です。もうすっかりヒートアップしてしまいました。ありがたいことです。勝手に吹き上がっております。はい、本当は偉い人ですよ松島さんね。簡単にご紹介いたします。東博こと、東京国立博物館の研究員、平城展調整室長、平城展調整室長、すごいですね、調整室長、はい、調整してます。これまでタマフルでね3回特集いただきました。美術館博物館に行かないやつはバカだ、ストレートですね。美術館博物館に行かないやつはバカだ特集、浮世絵は江戸のグラビア雑誌だ特集、これ面白かったですね。そして会いに行けるアイドルとしての国宝特集、これ去年でしたっけね、出演していただきました。そんな松島さんは現在、東京国立博物館で開催中の生誕150年黒田清輝日本近代絵画の巨匠のキュレーションを担当と同時に、こちらも現在文化村ゼミュージアムで開催中の俺たちの国よし俺たちの国定のキュレーションも担当。俺たちのってすごいですね、これね。私の国よし私の国定、失礼しました。というね、もう同時にこんなビッグネームというか大ネタを手掛けられて今大変なんじゃないですか。いや本当に大したことないですよって言いたいんですけど、大したことあるでしょこれは。本当にね、あの夏ぐらいからちょっと本格的なあの準備が始まって、死ぬ思いで去年からずっとねで、まあ、あのもちろんこんな展覧会って一人でできるもんじゃなくて、あの浮世絵もあの近代美術の専門家の方々と一緒に企画練って、はい、で途中途中で私の暴走を皆さんで止めていただいて、暴走なんですか暴走なんですか、やっぱ松島さんあのしちゃいますんで、あの止めていただいて、でいろんなスタッフの方に助けていただいてようやく開幕できたっていう形です。はい、ね、であのまあ、国吉国定もね当然ね、やってもよかったんですけど、僕としては今回松島さんにぜひちょっと黒田清輝ちょっと僕興味湧いてきたかもしれないですということで、ちょっと今回はこちらの特集お願いしたわけなんですけど、はい、先ほどちょっと熱く語ってしまいましたけど、とにかくもうあのねあの特別展ね感動してしまいました。ありがとうございます。素晴らしかったです本当に。本当、はい、あの黒田清輝展の方を、うん、あの選んでいただけるとは思ってなかったの で本当にあのびっくりしちゃって、あの大変ありがたかったんですが、うん、あのというのはもう最近国吉が本当に流行っ
ていますんで、まあ、至る所で展覧会されていて、で今回、まあ、それとは違った展覧会しようと思いながらも、あのいろんなメディアの方々本当に国吉引きが強かったんですが、あの黒田清輝なかなかお呼びがかからなかったので、ちょっとその単純に本当にあの嬉しかったです。あ、生と呼ぶべきか、はい、あのやっぱり多分黒田清輝って生地、例えば湖畔だとか、要するにその権威というのかな、権威付けはもう固定してあるイメージがあるため、やっぱなんで黒田清輝って感じがしちゃう、まあ、あれでしょうっていう感じなんですかね。分かった気になっちゃうところあるかもしれないですけど、でもう本当だから歌丸さんがなんであの黒田清輝に注目されたのかなっていうのがちょっとどういうところなのかな、うん、これはでもまさに松島さんのプレゼンというか、今回の特別展の見せ方そのものが、あ、これひょっとしたら 俺にすごく関係ある話かもしれないっていう要するに、まあ、西洋初の日本にはもともと土壌すら存在しなかったものを、日本にどう根付かせるか紹介するかというところで、まあ、奮闘し、でも同時に何か限界にぶち当たるみたいな話って、はい、まあ、僕全然スケールもねできてることも小さいあれですけど、まあ、日本のヒップホップとかの流れとかも通じる、まあ、要するに日本の、近代文化全体にある普遍的なとしたら構造の話かなと、思っていったらもうドスンときました、もう、はいはい、ということでね、あのぜひですね、その黒田清輝展行っていただくという意味で今回の特集していこうと思うんですけども、もうたっぷりいきましょうね。今夜は黒田清輝展に習ってですね、黒田清輝の歩みを追いながら、その味わい深さ、あの要はそうここです、あの要はね、あの国吉国定はいいんですけどあの、はい、黒田清輝は説明がいるってことです超説明いる、で僕その説明必要なもの大好きなんで、説明をね今日していこうと思うんですけど、はい、3つの区切りでお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、じゃあまず黒田清輝のじゃあ、キャリア順にちょっとお願いしたいんですが、はい、まずは出だしはどんなとこからいきましょうか。はい、あ、これですね、黒田清輝、じゃ あの黒田清輝 の、はい、あのフランス修行時代からお話したいと思います。最初はフランスに修行しに、はい、黒田清輝のちょっと略歴、紹介させてください、はい、薩長同盟が成立した年、慶応2年、西暦1866年に鹿児島県鹿児島市に生まれると、はい、で、お父さんは薩摩藩士の、黒田清兼という方ということですね、はいはい、で明治11年黒田、清輝12歳の時に日本画や水彩画、鉛筆画の書法を学ぶ、絵は学んではいたと、はい、まあ、ある意味上流階級の、たしなみですね。なるほど、はい、あんたは人並みにやってるぐらいの感じですかね。そうです、はい、で16歳の時に法律を学ぶためにフランス語を学び始め、はい、18歳でフランスへ留学という、はい、そういうことです、はい、まあ、要するにその当時のもう明治維新以降の、はい、もう出世街道というか、まあ、そういうことだと思います。権力中枢のど真ん中にいる人ですよね、はい、ポイントとしてはどんな感じなんでしょうか。実のお父さんというのがその黒田清兼っていう、まあ、薩摩藩士の人なんですが、はい、その黒田家の、まあ、本家筋になるその黒田清綱っていう人の養子に入るんですね、うん、はいはい、で跡取りになるわけですが、でその清綱っていう養父は明治の元勲です。ああ、要は明治政府で活躍した人です、うんうん、超偉い人、はいはい、戊辰戦争で活躍した、うんうん、まあ、その、まあ、武家ですよね、はい、でその人の息子が要は明治時代にその、まあ、ある意味、まあ、薩摩藩鹿児島 の、 その武家の子ですから、はい、お国のためになすべきことをするっていう、うん、もうある意味立派な、うん、ことをするために、うんうん、まあ、フランスに留学して、うんうん、その法律を勉強して、まあ、その頃は日本には憲法ありませんでしたから、はいはい、まだ法律もないから、うん、だからやっぱり列強なり先進諸国と肩を並べるためには法律が必要だ、うんうんうん、で法律を学んで、まあ、フランスの法律を勉強して日本の近代国家のために、うんうん、活躍しようというふうに思ったわけですね。フランスの留学はじゃああくまで法律を学ぶためだった最初は、はい、ところがそれをなぜ画家に、留学先で、まあ、趣味で絵を描いていたんですけども、そのパリにいたその芸術家たちに絵がうまいから絵を描けばって勧められてしまったんですね。まあそこそこそのたしなみとしてはやったけど、はい、まあまあそこそこ腕はあったと、はい、うん、で同時にですね、その黒田がフランスに渡る時期には、はい、実はその日本の、まあ、政府が選んだ憲法の、目標といいますか手本が
まあ、プロイセンというか、ドイツの方に、はい、まあ、なってしまうと。ワイマール憲法ですね、うん、で、大日本帝国憲法ができます。だから要は自分が一生懸命勉強しようとしたフランスの憲法の体系っていうのが、うん、ちょっとその、うん、目的に合わなくなる、ちょっと無意味というか、これちなみにワイマールの方、ドイツのワイマール憲法の方を学びに行ってたのは伊藤博文とかってことですよね、はい、調査しに行って、ほとんど同じ時期ですね。伊藤博文の方のそういうルートが主流にもう決定的になっちゃって、なっちゃってますね。で、俺フランス来たけどもう法律やってもしょうねえじゃんって感じになっちゃった、はいはい、それで、まあ、ある意味はしごが外された状態で、うんうんうん、まあ、どうしたらいいのかなっていうところはあったんじゃないかなと思うんですね、うんうんうん、でそこで、まあ、その当時のパリっていうのは本当にベルエポックの時代ですし、すごい文化がもう華やかな時代です。世界中のもう文化の中心地、最先端中心地、はい、でそこでその画家っていう職業が本当に尊敬されている職業ですんで、うんうんうん、で その文化大国のフランスのような社会が日本にできれば、うんうん、自分が日本に持ち帰れば、その日本が立派な近代国家になるっていう考えになったんじゃないかな、うん、それでベースにお組みのためにやっぱり何か役立ちたいというのがまずあるはずだと僕は思うんですけども、うんうん、でフランスで絵を学ぶっていうことを決意するんですね、うんうんうん、で展覧会にもその養父お父さんに長々といや法律やめて、はい、絵の勉強をしますっていうのをいろんな理由書いて、うんうん、論理的に書いて、はっきり言ってどえらいことですもんね、当時で。いや何言ってんだお前っていう大展開ですもんね。で、まあ実際には国費ではなくて私費で留学してますんで、うんうん、反対されれば帰ってこい、でお金止められて仕送り止められて帰らないといけないんですが、うん、続けてますんで、まあ、お父さんの方は黙認したような形のようですね、うんうん、一つにはやっぱりそのいやこの文化的な、はい、その先進国に習うことも日本明治維新の日本には大事ですよっていうのを説いたっていうところがあるんでしょうね、はい、やっぱり形としては政府も日本国内でその鹿鳴館時代っていうのもありましたけど、うんうん、日本がその旧来のその古めかしい文化ではなくて西洋社会の文化も受け入れるっていうのを見せる必要もあったと思います、うん、とはいえその黒田さんは要は当然西洋画なんてね、はい、日本人誰も描いたことないような状態ですよね、まあ、実はその前の段階でその高橋一なり、浅井中なり行ってる人はいる、で美術学校っていうのも、うん、現代の東京美術芸術大学の前に神戸美術学校っていう、うんうん、ある意味その美術の技術を教える大学もありましたので、うんうん、そこで学んだ画家たちがフランスに留学する、あるいはイタリア、ドイツっていうところに留学しています。画家のじゃあそのとしての先駆者はいたんだけども、います、はい、じゃあルートは別にあったんですか。別にありました。なるほど。で、まあ、フランスの先進のその油絵美術を持ち込んだのが、まあ、黒田清輝だったということだと思います、うん、黒田清輝はじゃあそこでフランスでまずどんな風な活動をしていくんですか、はい、サロンっていう美術展覧会があるんですけど、はい、実は今もフランスで開かれていて、うん、日本人の画家の人も出品したりしてあります、うんうん、で審査があってその、審査に通れば入選作として展示される、うんうん、まあ、今実は日展であるとか、はいはい、陰展であるっていうのがその新美術館、国立新美術館六本木で開かれているようなところで展示されるのと実は同じ形式ですね。なるほど。だから実はあれが今日本で行われているのがパリのサロンに習った形なんです、うんうん、黒田清輝がこういうものだよというのを全体を持ってきたということですね、はい、なるほど。でそのサロンに入選することが画家として認められること、もう世界的に認められることなので、はいはい、そこに入選し画家として立つということを目標にします、うん、それでその、サロン画家であって当時の、まあ、流行作家の、ラファエル・コランという画家に弟子入りする、うん、当時のだからその一番、まあ、この人につけばですね、一番近道であろうというような、まあ、本当に現実的にそういう思いもあったでしょうし、その画風スタイルが自分の、性質にパーソナリティに合っていた、うん、あるいはそのコランという師匠に、まあ、気があったのか、いろいろコランさんもなんかだいぶオープンな人だったみたいですもんね。ですね。東洋人、東洋人に対するその、まあ、対応も親切だったっていうのを回顧黒田清輝自身が書いてたりもします、うんうんうん、で、まあ、じゃあコランさんの元について、まあ、腕を磨くというか、本当にもう夜も日中も含めて当初は実は法律と二足のわらじ
してるんですが、あの途中であの哲学者の人にこう諭されて、うん、もう雅楽先進するんですが、うんうん、で本当に数年というすごい短い期間で、うんうん、その実際にサロンで、まあ、代表作の一つですけども、はい、読書っていう作品がサロンで入選するに、まあ至るわけですね。今回のねその展示だとそういう終作というか、はい、その手前のところでいろいろ書いてる作品からその読書に至るまで、その初期の作品も順にこう並んでるじゃないですか。で、まあこれ読書代表作ということになってますけど、ただこれちょっとすいません、私その展覧会をですね、まあ、本当に美術素人目で申し訳ないんですけど、とはいえですね、その読書とか特にその初期のものとか見てると、いや別にちゃんとした絵ですよ、ちゃんとした絵です、立派な絵ですけど、綺麗な絵だと思いますよ。ただやっぱそのちょっと学生っぽい絵ですよね、やっぱ、まあ、学生なんだけど、なんかちょっとそんな感じを素人目に見えたんですが、これはこの印象はいかがな感じでしょうか。私からどう言ったらいいか。まあでも実際学んでる途中なんですよね。はい、はい。まあ、でも、まあ、サロンにも入選していますんで、うまいっていう人ももちろんいますので、なんか変な言い方してますが。はいはい、まあ、要はでも、その一生懸命たった数年で、そのサロンで入賞するレベルまでは行ったけれども、というその文脈込みで、こう、やっぱ味わい深いというか、本当でしょうかね。本当に、まあ、現代では本当にその、油絵といいますか絵画の描写のレベルっていうのはすごい高まって、日本人もたくさん描いてますので、はい、もしかしたら美大芸大の受験生レベルの技術かなとは、21世紀の視点から見ればですね、あくまでね、ちょっと言っちゃってますが、ということですかね。あとそのモチーフとかも、これはまさに松島さんの説明を受けて、なるほどと思ったんですけど、その絵で描かれているモチーフなり構図なりも、当時のそのサロンで受ける、はい、だからサロンでその入選する、まあ、作品のあり方をきちんと学んで、はい、ある意味傾向と対策を練った形、うんうん、でなおかつコラン先生っていうのはそのサロンの審査員です、はい、これはもう一番間違いないところをやってるわけです、はい、じゃあ、絶対に入選するような、まあ、絶対とはなりませんし、うん、もちろん何回も何作も、出品し、落選してるものもありますんで、いろんな審査員の中でそのコラン先生が押したとしても、まあ、異論する人もいるものもあるんで、ね、まあ、でもその文脈を踏まえてやった作品という、はいはい、これ松島さんの解説もそうですし、この展示がですね、はい、今回の東博の展示そのものが、はい、実は僕が抱いたこう印象みたいなものを、ある意味裏付けるような展示の仕方をしているというか、要は元ネタというか、その頃世界のトップは、はい、みたいな、はい、で実際モチーフ的にも重なるものがあるような絵 で、ね、非常にその要は元ネタ部屋が実は 黒田さんの作品じゃない部屋が真ん中にドンって置かれてる あるんですね。西洋絵画、まあ、フランス絵画ですね当時の、はい、で師匠のコラン先生の絵画も、まあフランスで描いた代表作と、まあ、対面対面で並べていますし、うん、はい、で別の部屋で、例えばミレーっていう農民画家の、はい、農作業を描く画家ですね、うん、日本の方々が好きな、はい、あるいはモネであるとか、はい、ちょっとあまり聞き慣れない画家でシャバンヌっていう画家もいます、はい、そういったその当時本当にサロンで流行っていた画家の作品、あるいはミレっていう人はもう少し前の人ですけども、その世界的に有名な、うんうん、まあ、ある意味当時もその、絵を学んでる人たちが影響を受けてる画家、うんうん、でそれよりさらに進んだ形で農作業を描く、まあ、パリって都会ですから、はい、その郊外の農村で、あるいはもっと言うと少し貧しい階層の農作業をする人たちを描く、うんうん、作品がパリのサロンなり絵画展で見る、ある種のブルジョワの、うん、ブルジョワ目線から見たちょっとこうドキュメンタリー、社会派ドキュメンタリー姿勢みたいな、まあ、はい、だから簡単に言うと流行ってたんですよね、うんうん、でそういった作品を今回はまあ、オルセ美術館はじめ、はい、フランスから借りてきて、結構びっくりするような作品が一室にまとまってるんじゃないですか、ね、そうですね、実は、まあ、自分でもどうでしょう、そのミレーの展覧会でしか
出ないような代表作も、うん、お借りできて、うん、なんで貸してくれたのかなっていうぐらいなんですが、やっぱその世界的当時の世界トップっていう横軸の視点を入れると、やっぱり当時その黒田さんが描かれてた絵というものが何を目標に描かれていたのか、どのレベルを目指してやっていたのか、そしてやっぱそこの、まあ、ギャップも含めてですね、やっぱ、素人目にも圧倒的にあれこの部屋もうちょっとレベルあれ変わったんだけどみたいな、いや本当ちょっとこれ下世話な話ですけど、はい、黒田の今現代その流通する、まあ、例えばオークションで出るような作品の値段と、うんうん、今その宇多丸さんおっしゃられた西洋絵画の値段比べれば、はいはい、おそらく一桁じゃ済みませんから、うんうん、100倍なん100倍それぐらいの値段の差っていうのはついちゃうんじゃないかなとは思います。まあでもそれは本当に世界のトップの話ですもんね。そうです、はい、例えばその映画の世界で言えばもう押しも押されぬスーパースター監督の作品に感化されて、それまで全然映画なんか撮ったことない日本の若者が単身で撮ったその先生に認められるように入賞した16ミリフィルムと比べてるようなもんだから、はいはい、それはね差はあるの当然だし、いやでも黒田清輝の今回も展示されている作品の一つは、はい、ちょっと数年前にオークションで出て、はい、出て、まあ、それは新聞に出てますから、ええ、いいと思うんですけど、4億円っていうのは、まあ、世界的な規模でいうと安いかもしれませんけど、うんうん、4億円っていうので世界中が驚いたんです、うんうん、黒田清輝それ誰みたいな感じで、ああそうか、世界的にはそれほど知られたのか、その時点では知られてませんから、うんうんうん、でもやっぱりその当時その日本の近代文化のその輸入史というか、はい、先端を学ぶもののあれとしてやっぱりそのドキュメントとして僕すごいなと思って、はい、その単身そのパリ行って、しかももともと法律を学んでた人が、そうですね、うん、でそこでやっぱその黒田さんは西洋絵画のあり方っていうのを思想ごとやっぱ学んだっていうところですよね。要はその当時のパリは本当に、まあ、アバンギャルドまでとは言いませんけど思想的にも先鋭的でしょうし、もう簡単に言うとアナーキズムというか、うん、その、まあ、ちょっと優しい言い方すると自由主義といいますか、はいはい、その、まあ、貴族ももういませんし、うん、自由な世界ですよね、はいはい、それが世界的に一番進んでる国だと思います、で18歳から26歳、9年ほど27歳ほど、はい、歳ほどいますけど、はい、そういうある意味多感な時期に、うん、そういう、まあ、思想的な社会の洗礼を受けてますので、うん、はい、ある種完全にかぶれてるはずなんですよね、うんうん、まあ、待って、それはそうですよね、だから単に技術だけじゃなくて、向こうはもう絵っていうのは単に絵の写真みたいに描くとかじゃないんだぜと、思想なんだぜっていうところもちゃんと、本当にその思想そのものを持って帰るっていうよりも思想を、まあ、絵で広めようっていう意図で画家になってるっていう面がすごい強いと思うんですよね、うんうん、あ、なるほどなるほど、でそれによって日本を持ち帰ってその文化程度を上げようじゃないかというような、それが、やっぱ目的の一つにあるのは間違いない。で、もう一つはその絵を、絵画っていうのが自分の表現、まあ、個人の、はい、まあ、誰かのためではなく個人の自由な表現だっていうことを、うん、まあ、そういう意識っていうのが本当に日本ではありませんから、うん、はいはい、それを広めたいっていう意識があったんだと思います、うんうん、黒田清輝さん本当はじゃあそのパリですよ、サロンにせっかく認められて先生もいるし、でそのままずっとパリにいれば、そのパリの中でまたさらに画家としての立ち位置確立してっていうのも多分間違いなくあったと思う、アーティストとしては多分そっちが本当はやりたかったことかもしれないと思うんですよね、のに、はい、まあ、帰らなきゃいけなくなるわけですね、だからやはりその先ほど言ったようにお父さんが子爵ですから、はい、うんうん、でなおかつ、国のために留学してますんで、国のためになると思って勉強してますので、うん、それをその戻って帰って絵を、まあ、新しい絵の示し方をやらないとっていう、まあ、本当に明治の、まあ、男の人としては、うんうん、それ以外に選択肢がないんじゃないかなと思います、うんうん、一アーティストとしては本当は残って勉強し続けたいけども、はい、という感じなんですかね、はい、その先ほどの、ね、黒田さんがこう努力、若き黒田清輝がこう努力してやってる途中、ただこれ日本でいきなり帰ったら先生もいなくなっちゃうわけで、そうですね、さぞかしこれ一作家としてはちょっと不安だし、いや本当に本人も親にこう手紙を送るときに、はい、その日本では結局自分自身が一番トップ最先端にいることになって、うんうん、上昇し慢心して、はい、で自分の技術も手が落ちちゃうんじゃないかと心配している、やっぱ最先端でしのぎ削ってるわけですからね、
それはでもそのじくじたる思いを若干考えながらも帰国してと。でもう一つは実はその代表作読書っていうものの、はい、あのモデルはマリア・ビオさんっていう人なんですけど、はい、あの恋人なんですよね。あの彼女をモデルにね何作か書かれてますよね、はいはい、あのパリから南東に60キロぐらい離れてるんですかね、はい、のあの農村ですけどグレーっていう、ね、グレー、はいはい、にあの、まあ、暮らしてあのそこで絵をたくさん描いてそこでたくさんの代表作が描かれているんですね、うん、あのグレーのねその終作として、はい、要はその絵の後に描く絵の構想として描かれたそのグレーの田園風景とか、はい、本当に素敵、はい、なんか素敵だし、いや本当に今、数年前に行ったんですけどあの芝生のあの色であるとかポプラの木の色であるとか、はい、あの本当に絵に描かれているような状態で現実に、うん、今も残ってますすごいところですね。で黒田が描いたそのまあ、あの教会の廃墟であるとか、うん、あの塔であるとか橋であるとかそのまま残ってそんなものでも残ってですねそのまま残ってま す、ね、なんかでもそのあの恋人に向け、はい、恋人をモチーフにしているというのもあって、なんか、はい、あの先ほどね失礼にもその学生の絵ですねなんて言っちゃったけど、はい、そのも含めてなんか若き画家の俺はこれからやるぞっていう、なんかあのやっぱ前半の絵はその喜びに絵を描く喜びに満ちてる感じがあるんですよ。本当にそういうその結局うまい絵だから感動するっていう話ではなくて、うんはい、何かこうその画面からあの訴えるものっていうのは間違いなくあるそうなんですよだと思います。この展覧会はやっぱしそのいわゆるうまいとか技術的なことじゃなくてその文脈も込みのあるんだけど、ああやっぱ良さっていろいろあるなみたいな、もうこの時点でグッとくるんだけど、これが後に彼の人生が日本に行くことによってさらにまた良くも悪くも変わっていくあたりでまたさらに味わい深くね、はい、響いてくるというあたりですかね、はい、では日本に帰って黒田清輝、どんな風な活動になっていくのか、CM を挟んで、お聞きいただきたいと思います。ライムスター歌丸のウィケンシャッフォはい、時刻は11時29分です。 TBS ラジオライムスター頭のウィーケンドシャッフル、この時間は日本美術界の偉い人黒田清輝がやろうとしていたことって一体何だったのか特集をお送りしております。教えていただくのは現在東京国立博物館で開催中の黒田清輝展キュレーター松島雅人さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの先ほど黒田清輝がフランスに行ってる時に伊藤博文とかがドイツの憲法っていうところでワイマール憲法って言ったんですけど、時代的にビスマルク憲法の時期だということです。間違えました。申し訳ございません。訂正してお詫びいたします。はい。あとあれですね。その先ほどはそのフランス時代グレーというねその田舎町の絵がみずみずしくていいなって言いましたけど、はい、自画像なんかも描いてて若々しい。そうですね。あの今回の展覧会では5つ自画像を展示してます、はい、で19歳から、23歳、33歳、そして数え50、49歳ですかね、はい、そういう作品もあって本当にあのもちろん顔つきは変わってきますけど、その描き方なり、はい、そこににじみ出てるような黒田の、うんはいまあ、内面みたいなのも顔に刻まれていきますので、切ないんですよね。前半とどう変化していくのか、先ほどね、まだまだその拙いところあるけどみずみずしいあの明るい青春時代、何も持ってなかったけどまだ可能性があったというそのパリ時代から日本に帰ってきた黒田清輝、はい、何を得て何を失うのかというあたり伺っていきたいと思います、はい、黒田清輝まずは日本帰ってきての奮闘時代、はい、伺っていきたいと思います、はい、それで、まあ、1893年ですが27歳で日本に帰ってきます、まあ、後ろ髪を引かれていたと思うんですけども、うんうんはい、で本当に帰ってきて、まあ、舞妓っていうまた代表作を京都に旅した時に描いたりもしますし、はい、そういった作品で本当にこうある意味ビビッドな作品なので、はい、日本の画壇に本当にこう新風を巻き起こすというか、はい、どよめきを起こすわけですね、はい、でなおかつ、まあ白馬会っていうその団体美術団体を作るんですが、はいまあ、普通はその美術団体にその回答というか代表者というものが作られて、うん指導していく形なんですけど、はい、代表者を置かないで、まあ、要は共和的な、うん、共和的な性的な美術団体を作りましょう。やっぱりパリ その最新思想に完全に感化されたスタイルということですね。で、まあ、なんかドブロクのお酒の名前らしいんですけど、うん、でこの頃に描いている自画像はあのベレー帽をかぶってなんか腰に赤い布を巻いて、うん、銀座をかっぽみんな仲間でかっぽしてて、うんまあ、一番、おしゃれな状態だった、はい、尖った状態で、今日講演会で
共同企画者の山梨先生が、うん、あの話されていたことを今お話してるんですが、いやでもいいですね。でも、まあ、あの完全にオフランスも、あのかぶれて、はい、もう最先端これだからもう日本人も全然追いつかないとやばいよみたいな感じで帰ってきた、はい、でまたあの東京美術学校っていうところ、まあ、今の芸大ですね、はい、があのそれまでは、まあ、日本画とかその木彫とか工芸執行とかそういうその学科しかなかったのが、はい、まあ、西洋画家ができまして、あのそこ の, あの先生になるとか、うんうんうん、まあ、簡単に言うと日本のその美術界に西洋画の、まあ、アカデミズムを築く、そういう活動をしだすわけですね。側のね、その、はい、築くのも知ってったわけですけど、はいはい、その例えばさっきの舞妓とかですね、はい、そのあの黒田清輝自身がこう作品として日本に帰ってきてこうなんていうんですかね、今まで自分がやってきたことをこう分かってもらえたんですかね。いやもう本当結局その当時最先端のサロン的な作品を、まあ、そのまま移入する形なので、はい、日本にはまだその社会環境って全然ないはずです、うん、なので実は黒田が一番大切というかに思ったのは、はい、あのラフ像、裸体像なんですね、はいはい、でそれは本当にギリシャローマ時代以来、うん、西洋の、まあ、文明の中で、はい、その女性の裸体、簡単に言うと元々は女神とか、うんうん、その神話上の歴史的な、はい、あの裸体画です、はい、でそれがまあ近代絵画になると、その一般女性になったりしますけど、うん、そのもう解剖学的に正しい裸体画で何らかの思想を表すっていうのを持ち込もうとして、うん、はい、でなおかつサロンに入選している長所っていうその、うん、まあ身支度している朝の身支度している作品なんですが、はい、鏡の前で、はい、この構図自体も当時のサロンの流行りなんですね、あの鏡の前に後ろ姿でこういう後ろ姿の、裸体像を、まあ、黒田も好きだったと思うんですが、そういったものを、まあ、日本に持ち帰り発表した時に、まあ、そのわいせつだっていう形で、うん、関係がこう介入してくる、はい、いわゆる腰巻き事件、もう一つその今、展示している、裸体婦人像という、まあ、婦人裸体像という作品が実際にあの布がかぶせられたり、でこの長所というのは今もうあの戦災で失われてしまったんですが、ね、うん、これは本当にあの裸体が論争という、まあ、はいはい、その美術界なり社会で論争が起きちゃうんですね、うん、あの美術展で裸の絵を展示するのは何事だという、うん、まあ、要は日本でその美とか芸術っていう観念もようやく定着しだして、うん、でなおかつそれをこう裸を裸体画が、まあ、芸術の世界で必要だっていう意識がやっぱりまだ定着してない、うん、はい、で簡単に言うと日本の裸の絵っていうのは春画なんですよ、はいはい、あの以前こちらでお話した春画の、うん、はい、その、まあ、ポルノ的に消費されるものでしょうね、はい、それと同一視されたんですね、うんうんうん、じゃあもうだから黒田としては軸自体とか、いやいやいや、これ世界最先端の文化っていうのを学んできて、せっかくそのレベル上げようとしてるのに、なんじゃこのレベルの低い議論は。いやだから本当にあの名優である画家の久米圭一郎にもあの手紙で、あの何バカなこと言ってんじゃって、うんうん、あの 論理で言えば俺が、まあ、正義だっていうのを一生懸命言ってます、うんうん、言ってるんだけどなかなかそういうのが追いつくこと、理解がされがたかったと。面白いなと思うのは、はい、そのラフ像みたいなのもその長所以降こう議論になって、はい、それ以降のそのラフ像が若干ひよってるっていうか、はい、あの布で一部、絵でそもそも隠れていたりとか、あの春と秋っていうそのまあ、西洋婦人の、はい、裸体像といいますか野外で立っている、はい、あの作品が今回も展示されていて、あの胸は出てるんですね、うんうん、ただ股間が布で隠されてるんです ねちょっと若干あれひよったっていういやこれは本当にやっぱりその日本の社会と その折り合いをつけるための落としどころでやってるようには思えるんですが、うん、でもやっぱりラフを描こうとしてんのに布も描いちゃってっていうあたりで、はい、多分黒田清輝的には俺今妥協してるっていう、まあ、やっぱり自覚的だったとは思うんですけど、ね、黒田清輝さんね、このいろいろキャラクターを見てきてすごく僕面白いなと思うのは、はい、やっぱり自分のできてなさとかやれてなさに常にいつも自覚的感があるっていうか、やっぱりその実際に
あの絵空ごたというかその夢見がちな話だけを考えてるんじゃなくて、うん、そのためにどうしたらいいかっていう現実的な手法を一生懸命考える人だと思います、うんうん、これやっぱあの薩摩の、はい、教育方法としてだったと思うんです、うん、だから戦争に負けてもかどういうんでしょう、本当に負けていないというか、うんうんうん、そういうその本当に伝統的な島津のその実力主義というかだと思うんですけどね、うん、まあでもそれゆえちょっとアーティストとしては忸怩たる部分も出てくる、まあ一面間違いなく持っていたと思います、うん、あるいはその有名な湖畔とか、はい、ああいう先ほどの、舞妓でもそうですけど、はい、やっぱり僕も松島さんの説明を受けて初めて、はい、例えばこの水辺にいる女性の構図とかも含めて、はいはい、これはちゃんと西洋その当時のサロンの文脈がある作品なんですよと、はいはい、だから本当に伝統的にそのサロン絵画っていうのがその水辺にいる、まあ、湖面であるとかその、まあ、セーヌ川とかですねそういう水辺で憩う女性像っていうのが本当にこう、まあ、重要なモチーフでしたんで、うんはい、それをある意味、和装浴衣でうちわを持った方ちょっと日本に置き換えてっていう形で、まあ、描写もなんか水彩風で若干、うんうん、ちょい日本寄りにして、してるんですよね、はい、で実は箱根の芦ノ湖が、まあ、背景なんですけど、そのまま同じ位置分かって調査されて分かってるんですけど、うんはいはい、同じ位置から写真撮ったらこういう絵にならないんですよ。湖面は上から見ていますし、人体、その、まあ、この、女性像は、うちは持っているのは、うん、この時はまだ結婚されてませんが、うん黒田の奥さんになる、照子さんなんですね。うん、のは正面から見てるっていうか、真横から見てます、うん。だからそれって実は浮世絵とか、日本絵画の手法、はい、東洋絵画の手法ですね。うん、で、実はこれが、近代絵画の方で言うと、そのサロン絵画というよりも、まあ、その、印象派であるとか、うん、新しいその、うんアカデミズムではない、うん、新しいその、まあ、ジャポニズムでいろいろ影響を受けた西洋画家たちが取り入れた手法です。うん、だから、実はこのうちわも、浮世絵を見た、うん、その、イギリスの、アメリカの画家で、ホイスラーとか、モネもそうですけど、はい、あちらで流行ったモチーフなんですよ。うちわ自体が西洋の考えと、その画界で流行ったモチーフを、要するに逆輸入した形で、一周回ってきて、ご飯があるんですよ、うんうん、でも当時の日本の人たち鑑賞者はこれは浮世絵から直結しているような風俗画っていう風に見える人が多かったんじゃないかなと思います、ね、やっぱりそういう文脈は分からないで見るからという、はいはい、でそこでやっぱ黒田清輝としては、はい、文脈なんだけどなみたいな本当に国の文化財の指定制度ってありますよね国宝とか重要文化財、はい、で黒田清輝は重要文化財3つあるんですけど、はい、舞妓が一番早いんですね、うんうん、昭和の43年ぐらい、で、舞妓は、もうほんとついさ90年代ぐらい、うん、いや後半は、うんはい、結構最近なんですね最近なんですよだからある種その評価的な意味も、うん、我々本当知ってるような、まあ、切手にもなってますけど、はい、その意味的には若干その評価がまあ、正式には、うんうん、そういう、指定制度でいうとちょっとなかなか理解されなかったところがある、日本国内で特に、ちなみに後半はこれパリ万博に出品用に書いたんですね、はい、出品するために賞を取るために書いた、まあ、本人としては5点出品してます、はい、で後半であるとか後から、はい、ご紹介する作もありますし、はい、5点あって、それぞれまあ季節全然違うんですよ ね、またね違う種類の、ねうん、でそれもある意味そのパリ万博っていうその世界中で自国の文化をこう、はい、競い合うという競い合うコンテストに出して、うんまあ、油絵で大賞金賞銀賞とかそういう賞を競い合うわけですよね。それによって日本の近代国家日本のここまで来ましたよっていうのを示そうと、だから5つの手法も取材も要は春夏秋冬の季節を、はいまあ、描きながらでもう一つ痴漢城は、まあ、一つ別に描いてますが、はいはいうん、それも示して日本のレベルを示そうという、うんまあ、意欲作には間違いないと思います、うんはいまあ、でもそれぞれ要は傾向と対策に合わせた作家風だったりしてだと思うんですけど、ね、ここが面白いですよね。だから独自の黒田清輝独自のオリジナルの何かで勝負っていうよりはやっぱりここで賞を取るならこういう文脈師匠みたいなと思うんですよ、ね、それが面白いですね、まあ、だから本当に本人も黒田本人もそうですし、まあ、世界の潮流もそうなんですけど本来は自身の表現したいものを
自由に独立して自立的に書くっていうのが黒田も本来目指しているわけです、うんうんはい、でもそのまあ傾向と対策をたくさんこう練って、今流行している受けるものっていうのを一生懸命探す、もう簡単に言うと本来の、うん、私の考えですけど、はい、絵描きさん、まあはい、画家は頭では描いてないと思うんですよ、うんうんうん、目で見たものをあのモデルさんを描く、あるいは構想を練って描くときに、手が勝手に動いてると思うんですよ、うんうんうん、黒田の場合は目と頭と手がこうつながっちゃうような形、うん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 、で実はちょっと余談ですけど、私も油絵の絵描きを目指したんですが、実は、でもそれがあのそんな形でした。頭で考えてます。まあ、ちょっと並べるのもおこがましいですけど、すっごい感情移入できます、そこが。多分いろいろ考えすぎて、そのキャンバスに直接出ない。あとやっぱりそのフランスよとしたらパリにずっといれば一アーティストとして自由に花を与えたかもしれな いかもしれません。そのいずれそうなっていったのかもしれない、はい、のにやっぱ日本っていうものを背負わなきゃいけない立場に勢、はいってしまったというか、本当にその社会的に高い立場で子爵っていう人あの、くらいをあの家族ですし、で貴族院の議員にもなりますし、で帝国美術院っていう本当にその芸術家たちの、まあ、補助組織といいますか、報奨をするあの美術院の院長にもなりますし、本当にあの社会的な立場がますます高くなる、ぶっちぎりの権力者っていうかね、芸術の中では権力者です、で最終的には文部大臣にもなったんじゃないかとも言われてますから、なんだけど一画家としては忸怩たるものが常にあったのではないかと、ずっと絵は描いてるんですよね、しかもなんかこうパーツを描いてはやめるみたいな、だからやっぱりそのちょっと難しいですけど、構想画っていうあの、ジャンルがあるんですけど、その、まあ、人体を使って、複数の、群像表現で何らかの理想であるとか、抽象的な意味を絵に表そうっていうのを目指してたんで、その、まあ、修作した絵っていうのを一生懸命、書いてます、でそういったものもあの今回の展覧会では、展示も一緒にしてるんです。ちょうど晩年にあたる部分ですね、そこのところであるんだけど、やっぱりでだんだんやっぱ絵としては正直並べてみると、なんていうんですかね、荒れてくるっていうんですかね、なんかこうあんまり時間ないのかなとか、あと途中でこうやる気なくしてやめちゃったでしょみたいな。まあだからやめちゃったというより、その本当に忙しすぎて、いろんなその仕事がいっぱい、まあ、40代50代増えてきますんで、実際に絵を描く時間がなくなっていってるはずだと思います。というそのなんか権力者として世間的には成功しているんだけど、彼の心はきっとと何かこう空洞があったのではって感じが見えるような展示でしたね、これね。でまさにその50歳のジャスト50歳の時の自画像とかね、なんかこうあの本当に絵の具というか画面はすごい明るいんですけど、なのに眉間にシワが寄って、表情がもうね苦悶してるような、でちょうど数え50なので私と同い年なんで、また比べて申し訳ないんですけど、何か本当あのじんときちゃいますね。あのちょうどその50歳の時に、あの彼があの雑誌のインタビューに答えたメッセージというのが、ちょうどあの、今回の展示だとあの絶筆のね最後に書いた、あの横のところにこれが飾ってて、ちょっとこれ読ませていただきたいんだけど、こんなこと言ってる。黒田清輝さん50歳の時、私は当年とってまさに50歳になるが、芸術にかけては一個の学生に過ぎぬ。年の割には絵が上手くない。勉強する時間もいろんなものに割かれて比較的少なかった。これからまあ大いに勉強する所存である。仮に80歳くらいになったら自分はこういう思想を持っていますと人に示すようなことができようかと思っているって、こんなこの立場の人がこんなこと言ったんだみたいなのがちょっとじんときちゃいますね、やっぱね。だから本当に本人もうまくないって思っちゃって、分かってるってことですよね。そこがすごく切ないし味わい深いなという、あたりですかね、実際には58歳で亡くなってる、病床でも、ずっと絵を描いてるんですよね、絵を描くのはやめないんですよね、だから本当にあの絶筆って言われてるあの梅林、梅の林自身の家の病床から見える庭のあの梅の林が見えるんですけど、それをあの描いた、まあ、商品ですけど、本当にこうまあ荒れたと言いますか、荒い筆致で、やっぱりそこでこうじくじたる思いが本当に画面に現れちゃっているような、
作品なんじゃないかなと思います。いろんなタッチに常に挑戦してますよね。いや本当にここまで逆に言いますとね、黒田清輝のスタイルって何って言われたら、うんうん、本当に画面が明るいとかっていうのは、その要は留学時代に本当に現れますけど、戻ってくると学生にも教えないといけない、うん、で、自分が習ったコラン先生のスタイルだけではなくて、うんうん、当時の本当に最先端さらに最先端、もうたくさんいろんな形で書いてます、ね、印象派あり表現主義ありみたいなところまで踏み込んでやろうとはするんですよね、それがまたね、あーすごい海外のいろんな動向敏感、敏感でもできてはいないみたいな感じがこうそれを自分自身の絵にどう結集するかっていうのが最終的に何か残っているのか残っていないのかっていうことある意味そのオリジナリティって意味ではなかなかつかみきれなかったところもあるのかもしれないって感じでしょうか、はい、でもそれでいてその芸術界のために常にずっと奔走はしてるんですよね、はい、熱い男ではあるんですよね。そうなんですよね。病床の時もなんかあったんですよね。フランス、まあ、同時代のフランス現代美術展っていうのが開催される時にロダンの、まあ、接吻っていうそのブロンズ像が展示される時に、はい、やはり問題になって撤収騒ぎになった時に、うんうん、それを防ごうとして奔走したりします。実際に伏せてる時にですね、うん、はい、そういった本当にこう社会との芸術との齟齬をなんとか、うん、埋めようっていう奔走をするわけですね。日本社会とその自分が理想とする文化状況というか芸術状況との戦いは最後までやめなかった、はい、ということですね。でもうここだけで展示ボックス見ててもですね、ちょっと本当に涙がポロッとこう来るような素晴らしい展示の流れなんですけど、今回の展示がですね素晴らしいのは最後にちょっとトリッキーな構成ですよね要は黒田清輝の代表作であるある絵が、はい、時系列的にはもっと前に若い時に描かれた絵にもかかわらず、ね、はい、今僕が話してきたことを、僕が話してきたオリジナリティって意味ではねとかいろんなことを全部ひっくり返すような、はい、凄まじい、代表作地感情という、はい、まあ、三連の絵がありますよね、はい、これが最後にドーンってこう来て、そこでなんかこううわすげえ黒田清輝すげえ絵描いてんじゃんみたいな感じがする。どんな、まず地感情どんな絵なんでしょうか。湖畔と、まあ、同じように、まあ、1899年ですかねに描かれた絵ですけども、パリ万博に出品するために、まあ、描いて構想して描いた、はい、で日本人洋画の中では西洋画の油絵の中では日本人最高の銀杯を受賞してます。これじゃあ一応世界的には、はい、まあ、評価された方、ちょっとこれは、まあ、その全体で銀杯ということだと思うんですが、うんうんうん、この絵のためにフランス人の詩人が詩を歌ってたりもするので、何かこうあちらの人も惹かれた人ももちろんいる、うん、これはね、はい、ただ、まあ、本当に絶賛されたわけでもないので、うんうん、ちょっと日本人最高賞ではありますけども、その、野心作維新作ですが従前なこう、うん、評価っていうのはなかったかもしれません。っていうのはこれやっぱり今の目で見ても、はい、ぶっちゃけ何回ないですよね、だから本当に縦構図、まあ、縦長の画面に、はい、日本人の女性描いてますが、はい、3人、はい、3つのこう画面で、はい、3人のこう女性が描いて、真ん中の女の人は左右対称の手を上げたポーズ、で、両脇の女の人はなんか意味ありげな、なんか菩薩様のような手の仕草をして、はい、左の下の方を見られて、うん、で左の絵の、まあ、右から地感情なんですが、うん、と言われていますが、女王の人は髪の毛を触り、うん、ちょっと股間の方に手を置いているような、はい、でこのプロポーションが 7.5 等身という、はい、でその当時はこれも講演会でお聞きしたんですが、はい、6等身ぐらいなんですって、女性日本人というのは、はい、じゃあ非常に架空の理想の日本人、で実際にモデルは2人いらっしゃるんですね、うんうんうん、その人の、ま、顔つきなりを、ま、モデルとしてデッサンをし、うんうん、でこちらに地感情として完成すると、その時に理想的な裸体、まあ、裸の絵を、うん、ある種抽象的な美というのを日本人の中に押し込んで、落とし込んだような絵、で万博用に朱色でこう輪郭取りをして、そうなんですね、で背景が金なんです、金箔なんです。これがすごい、これぜひね写真、絵じゃ分かんない、写真じゃ分かんないですね、絶対分かんないと思います。実際に展覧会に来てこの金の持つなんつうんですかね、なんじゃこりゃかんっていうか、いや本当に照明も一生懸命考えましたんで、この展覧会でしか見れない、うん、見られない照明ですんで、これはね、はい、やっぱりその宗教的なね、その3つ並べることで、はい、西洋の宗教カトリックとかの、はい、その宗教のあれであるとか、日本の仏壇とかにもあるような、だから本当に研究者の皆さんがいろいろその元ネタですね、はい、そういうのを探してる
状況ですけど、その痴漢状が何を元にしたのか、うん、何を表そうとしているか、いまだに論争されている謎の解釈がもうしきれてないし、ないんです、はい、まあ、それぐらいこう謎の絵だし、逆に言うとあの元がないってことはオリジナリティ、オリジナリティ、そうなんですよ。だからさっきまでいろんなこと言ってきちゃったけど、この絵だけ最後にバンってくると、え、めっちゃオリジナルで、しかも今の目で見てもすっごいか斬新っていうか、これはすごいって感じがするんですよ ね。本当にご覧になった時におっしゃったように、これを誰も知らないところで今描いたよって言われたら、うん、皆さんやっぱり、うん、おーっていう、今の絵って言われてもすげえ新しいってなる、なるはずだと僕は思うんですね、うん、なので最後にこれを持ってくることで、なんかその画家黒田清輝のあの本当は真髄がここにあるのかもというかね、はい、アートにタッチした瞬間はあった、でもそのこれ不思議なことにとか、またこれが味わい深いんだけど、この絵って黒田清輝自身はずっと隠しちゃってたんですよね。万博後にあの自分のアトリエに、まあ、保管して、はい、公開してないんですね、まあ、ある種封印しちゃった、封印しちゃったんですよね。で、遺作展で初めて出ますので、これはだからその黒田清輝、僕が想像するんですよ、完全想像ですけど、やっぱスーパー自信作のはずですだったんだけど、それが いまいち理解されなかった。コラン先生にも一つでに聞いてるんですけど、まずくなったねって、下手になったって、コラン先生にディスられちゃって、この作品に言われたんです。コラン分かってねえな、お保守的だなおい、コランよ。な、多分そのことのやっぱり衝撃というか、失望が大きかったのが、ですね、でそれ以来やっぱ文脈頼りがさらに強くなっちゃったっていうか、でまたコラン先生に習った絵を描き出します。あの野外で寝そべる女性の裸像とか、ね、まあ、それだってすぐ素敵な絵なんですけどね、素敵な絵なんだけど、こういうオリジナリティにあふれた圧倒的な何かは生涯、はい、まずそしてこれは封印してしまい、はい、ここがまた味わい深いなというね感じがしますね、はい、ということで、あのこの今ね話してきたようなあれをぜひこう目の当たりにしていただきたい展示会でございます。あの本当にあのフォックスキャッチャーがグッとくる人だったらすげえグッとあのベネットミラーが黒田清輝の電気映画作んねえかなぐらいベネットミラー級の人がお願いしたい、そんな素晴らしいあの構成も含めて見事な展示だったと思います。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ということで、この黒田清輝の歩み、まあ本当に日本近代文化全体にあの重なるような普遍的な話じゃないでしょうか、ということで、物を作ってる人なら必ずグッとくるところがある、あの素晴らしい展示だと思います。生誕150年黒田清輝日本近代絵画の巨匠、東京国立博物館にて5月15日まで、毎週月曜日が休館日、でございます。時間は朝9時半から、9時半朝9時9時から朝9時から、はい、9時半から5 9時半9時半から午後5時まで、はい、ただし金曜日は午後8時までやっております。土日祝日は午後6時までやってます。当日券は大人一般1600円、大学生は1200円。今ちょうど桜の季節ですから、お花見ついでにどうでしょうかね。はい、東博の中から綺麗にまた見えますもんね、桜もね。あの博物館でお花見をっていうイベントもやってますんで、ぜひお花見のついででも結構ですので、はい、ぜひ。これは本当にグッと、このしかも黒田清輝の絵はこれからも見れるかもしれないけど、この展示の仕方は今回しかないはずです。それがいいのでぜひ皆さん見て、あともう一つあれですね、音声解説、はい、会場で借りられる音声解説をなんと綾小路きみまろさんが担当されて、これ別にあの笑わせるよということではなくて、芸能ニュースで笑いを封印っていうので話題になってました、うん、実際でも先ほどね、一連の流れ見てきて、やっぱ最後泣かせるような、ね、はい、名解説でございました、はい、図説続でね、掲載されている解説とかも含めて、必ずこう文脈を踏まえながらちゃんと見ていただくのがよろしいんじゃないでしょうか。あと松島さん、他に告知などあればお願いします。いや、本当に博物館でお花見をというイベントをやってますの で月曜日、実は、28日の月曜日、4月4日の月曜日もお花見期間に合わせて開館してますので、はい、あまり皆さんご存じないので、もしかしたらゆったり見られる、いいチャンスかもしれません。なるほど。これ申し込みとかはいるんですか。いや全然、いや普通に開館してますから。はい、なるほど、はい、じゃあぜひ月曜も4月4日やってますので、ぜひ行ってください、はい、本当に素晴らしい展覧会でした、はい、なんか絵というもののなんか見方の新しい、またあれを門を開かれた思いでございます、ということで、以上教科書で見たことあるけどよく知らないからこれを機会にちゃんと学ぼうシリーズ、日本美術界の偉い人黒田清輝、黒田清輝っていう名前を多分これから教科書で見るときもだいぶ感じ方が変わるんじゃないでしょうか。黒田清輝とはやろうとしていたことは一体何だったのか、特集でした。松島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
あくまで法律を学ぶためだった最初は、はい、ところがそれをなぜ画家に、留学先で、まあ、趣味で絵を描いていたんですけども、そのパリにいたその芸術家たちに絵がうまいから絵を描けばって勧められてしまったんですね。まあそこそこ、はい、そのたしなみとしてはやったけど、まあまあそこそこ腕はあったと、はい、うん、で同時にですね、その黒田がフランスに渡る時期には、はい、実はその日本の、まあ、政府が選んだ憲法の、目標といいますか手本が、まあ、プロイセンというか、ドイツの方に、はい、まあ、なってしまうと。ワイマール憲法ですね、うん、で、大日本帝国憲法ができます。だから要は自分が一生懸命勉強しようとしたフランスの憲法の体系っていうのが、うん、ちょっとその目的に合わなくなる、うん、ちょっと無意味というか、これちなみにワイマールの方、ドイツのワイマール憲法の方を学びに行ってたのは伊藤博文とかってことですね、はい、調査しに行って、うん、ほとんど同じ時期ですね。だ伊藤博文の方のそういうルートが主流にもう決定的になっちゃって、なっちゃってますね。で俺フランス来たけどもう法律やってもしょうねえじゃんって感じになっちゃった、はいはい、それで、まあ、ある意味はしごが外された状態で、うんうんうん、まあ、どうしたらいいのかなっていうところはあったんじゃないかなと思うんですね、うんうんうん、でそこで、まあ、その当時のパリっていうのは本当にベルエポックの時代ですし、すごい文化がもう華やかな時代です。世界中のもう文化の中心地、最先端中心地、はい、でそこでその画家っていう職業が本当に尊敬されている職業ですんで、うんうん、でその文化大国のフランスのような社会が日本にできれば、うんうん、自分が日本に持ち帰ればその日本が立派な近代国家になるっていう考えになったんじゃないかな、うん、それでベースにお組みのためにやっぱり何か役立ちたいというのがまずあるはずだと僕は思うんですけども、うんうん、でフランスで絵を学ぶっていうことを決意するんですね、うんうんうん、で展覧会にもその養父お父さんに長々といや法律やめて、はい、絵の勉強をしますっていうのをいろんな理由書いて、うんうん、論理的に書いて、はっきり言ってどえらいことですもんね、当時で。いや何言ってんだお前っていう大展開ですもんね。で、まあ実際には国費ではなくて私費で留学してますんで、うんうん、反対されれば帰ってこい、でお金止められて仕送り止められて帰らないといけないんですが、うん、続けてますんで、まあ、お父さんの方は黙認したような形のようですね、うんうん、一つにはやっぱりそのいやこの文化的な、はい、その先進国に習うことも日本明治維新の日本には大事ですよっていうのを説いたっていうところがあるんでしょうね、やっぱり形としては政府も日本国内でその鹿鳴館時代っていうのもありましたけど、うんうん、日本がその旧来 その古めかしい文化ではなくて西洋社会の文化も受け入れるっていうのを見せる必要もあったと思います、うんうん、とはいえその黒田さんは要は当然西洋画なんてね、はい、日本人誰も描いたことないような状態ですよね、まあ、実はその前の段階でその高橋一なり、浅井中なり行ってる人はいる、で美術学校っていうのも、うん、現代の東京美術芸術大学の前に神戸美術学校っていう、うんうん、ある意味その美術の技術を教える大学もありましたので、うんうん、そこで学んだ画家たちがフランスに留学する、あるいはイタリア、ドイツっていうところに留学しています。画家のじゃあそのとしての先駆者はいたんだけども、います、はい、じゃあルートは別にあったんです、ね、別にありました。なるほど。で、まあ、フランスの先進のその油絵美術を持ち込んだのが、まあ、黒田清輝だったということだと思います、うん、黒田清輝はじゃあそこでフランスでまずどんな風な活動をしていくんですか、はい、サロンっていう美術展覧会があるんですけど、はい、実は今もフランスで開かれていて、うん、日本人の画家の人も出品したりしてあります、うん、で審査があってその、審査に通れば入選作として展示される、うん、まあ、今実は日展であるとか、はいはい、院展であるっていうのがその新美術館、国立新美術館、うん、六本木で開かれているようなところで展示されるのと実は同じ形式ですね。なるほど。だから実はあれが今日本で行われているのがパリのサロンに習った、うんうん、形なんです。黒田清輝がこういうものだよというのを全体を持ってきたということですね、はい、なるほど。でそのサロンに入選することが画家として認められること、もう世界的に認められることなので、はいはい、そこに入選し画家として立つということを目標にします、うん、それでその、サロン画家であって当時の、まあ、流行作家
の、ラファエル・コランっていう画家に弟子入りする、うん、当時のだからその一番、まあ、この人につけばですね、一番近道でやろうというような、まあ、本当に現実的にそういう思いもあったでしょうし、その画風スタイルが自分の、あの性質にパーソナリティに合ってた、うんうん、あるいはそのコランっていう師匠に、まあ、気があったのか、いろいろコランさんもなんかだいぶオープンな人だったみたいですもんね、ですね、東洋人、あの東洋人に対するその、まあ、対応も親切だったっていうのを回顧、あの黒田清輝自身が書いてたりもします、うんうんうん、でまあ、じゃあコランさんの元について、まあ、腕を磨くというか、本当にもうあの夜もあの日中も含めて、あの当初はあの実は法律と二足のわらじしてるんですが、あの途中であの哲学者の人にこう諭されて、うん、もう雅楽専心するんですが、うんうん、で本当に数年というすごい短い期間で、うんうん、その実際にサロンで、まあ、代表作の一つですけども、はい、読書っていう作品がサロンで入選するに、まあ、至るわけですね。今回のねその展示だとそういう終作というか、はい、その手前のところでいろいろ書いてる作品からその読書に至るまで、その初期の作品も順にこう並んでるじゃないですか、で、まあ、これ読書代表作ということになってますけど、ただこれちょっとすみません、私その展覧会をですね、まあ、本当に美術素人目で申し訳ないんですけど、とはいえですね、その読書とか特にその初期のものとか見てると、いや別にちゃんとした絵ですよ、ちゃんとした絵です、立派な絵ですけど、綺麗な絵だと思いますよ、ただやっぱそのちょっと学生っぽい絵ですよね、やっぱ、まあ、学生なんだけど、なんかちょっとそんな感じを素人目に見えたんですが、これはこの印象はいかがな感じでしょうか。私からどう言ったらいいかまあでも実際学んでいる途中なんですよね、はいはい、まあ、あのでも、まあ、サロンにも入選していますんで、あのうまいっていう人ももちろんいますので、なるほど、なんか変な言い方してますが、まあ要はでもその一生懸命たった数年でそのサロンで入賞するレベルまではいったけれども、はい、というその文脈込みでこう、やっぱ味わい深いというか、本当に今現代では本当にその油絵といいますか絵画の描写のレベルっていうのはすごい高まって、日本人もたくさん描いてますので、はい、あのもしかしたら美大芸大の受験生レベルの技術かなとは、21世紀の視点から見ればですね、あくまでね、ちょっと言っちゃってますがということですかね、あとそのモチーフとかもこれはまさに松島さんの説明を受けて、あ、なるほどと思ったんですけど、はい、その絵で描かれているモチーフなり構図なりも、当時のそのサロンで受ける、はい、そのだからサロンでその入選する、まあ、あの作品のあり方をきちんと学んで、はい、ある意味傾向と対策を練った形、うんうん、でなおかつコラン先生っていうのはそのサロンの審査員です、はい、これはもう一番間違いないところをやってるわけです、はい、じゃあ、絶対に入選するような、まあ、あの絶対とはなりませんし、うん、もちろん何回もあの何作も、出品し、うん、あの落選してるものもありますんで、あのいろんな審査員の中でそのコラン先生が押したとしても、まあ、異論する人もいるものもあるんで、ね、うん、まあ、でもその文脈を踏まえてやった作品という、はいはい、これ松島さんの解説もそうですし、この展示がですね、はい、今回 の東博の展示そのものが、はい、実は僕が抱いたこう印象みたいなものを、ある意味裏付けるような展示の仕方をしているというか、要はあの元ネタというか、その頃世界のトップはみたいな、はいはい、で実際モチーフ的にも重なるものがあるような絵 で、ね、非常にその要は元ネタ部屋が実は 黒田さんの作品じゃない部屋が真ん中にドンって置かれてる あるんですね、あの西洋絵画、まあ、フランス絵画ですね当時の、はい、であの師匠のコラン先生の絵画も、まあフランスで描いた代表作と、まあ、対面対面で並べていますし、うん、はい、で別の部屋で、例えばあのミレーっていうあの、はい、農民画家の、うん、農作業を描く画家ですね、はい、日本の方々が好きな、はい、あるいはモネであるとか、はい、あのちょっとあまり聞きあの慣れない画家でシャバンヌっていう画家もいます、はい、そういったその当時本当にサロンで流行っていた画家の作品、あるいはミレっていう人はもう少し前の人ですけども、その世界的に言ってなかったけどまだ可能性があったというそのパリ時代から日本に帰ってきた黒田清輝、はい、何を得て何を失うのかというあたり伺っていきたいと思います、はい、黒田清輝まずは日本帰ってきての奮闘時代、はい、伺っていきたいと思います、はい、それで、まあ、1893年ですが27歳で日本に帰ってできます、まあ、後ろ髪を引かれていたと思うんですけども、うんうん、はい、で本当に
帰ってきて、まあ、舞妓っていうまた代表作をあの京都に旅した時に書いたりもしますし、はい、あのそういったあの作品で本当にこうある意味ビビッドな作品なので、はい、日本の画壇に本当にこう新風を巻き起こすというか、はい、どよめきを起こすわけですね、うんうん、でなおかつ、まあ白馬会っていうその団体ビーズ団体を作るんですが、はい、まあ、普通はそのビーズ団体にその会頭というか代表者っていうものが作られて、うんうん、指導していく形なんですけど、はい、代表者置かないで、まあ、要は共和的な、うんうんうん、共和的な性的なビーズ団体を作りました。やっぱりパリのその最新思想に完全に感化されたスタイルということですね。で、まあ、なんかドブロクのお酒の名前らしいんですけど、うんうんうん、でこの頃に描いている自画像はあのベレー帽をかぶってなんか腰に赤い布を巻いて、うんうん、銀座をかっぽみんな仲間でかっぽしてて、うんうん、まあ、一番おしゃれな状態だと、はい、尖った状態で、今日講演会で共同企画者の山梨先生が、はい、話されていたことを今お話してるんですが、いやでもいいですねでも、まあ、完全にオフランスも、かぶれて、はい、もう最先端これだからもう日本人も全然追いつかないとやばいよみたいな感じで帰ってきた、はい、でまた東京美術学校っていうところ、まあ、今の芸大ですね、はい、がこれまでは、まあ、日本画とかその木彫とか工芸執行とかそういうその学科しかなかったのが、はい、まあ、西洋画家ができまして、そこの、先生になるとか、うんうんうん、まあ、簡単に言うと日本のその美術界に西洋画の、まあ、アカデミズムを築く、そういう活動をしだすわけですね。側のね、その、はい、築くのも知ってたわけですけど、はいはい、その例えばさっきの舞妓とかですね、はい、その黒田清輝自身がこう作品として日本に帰ってきてこうなんていうんですかね、今まで自分がやってきたことをこう分かってもらえたんですかね。いやもう本当結局その当時最先端のサロン的な作品を、まあ、そのまま移入する形なので、はい、日本にはまだその社会環境って全然ないはずです、うん、なので実は黒田が一番大切というかに思ったのは、はい、ラフ像、裸体像なんですね、はいはい、でそれは本当にギリシャローマ時代以来、うん、西洋の、まあ、文明の中で、はい、その女性の裸体、簡単に言うと元々は女神とか、うんうん、その神話上の歴史的な、はい、裸体画です、はい、でそれがまあ近代絵画になると、その一般女性になったりしますけど、うん、そのもう解剖学的に正しい裸体画で何らかの思想を表すっていうのを持ち込もうとして、うん、はい、でなおかつサロンに入選している長笑っていうその、うん、まあ身支度している朝の身支度している作品なんですが、はい、鏡の前で、はい、この構図自体も当時のサロンの流行りなんですね、まあ、鏡の前に後ろ姿でこういう後ろ姿の、裸体像を、まあ、黒田も好きだったと思うんですが、そういったものを、まあ、日本に持ち帰り発表した時に、まあ、そのわいせつだっていう形で、うん、官権がこう介入してくる、はい、いわゆる腰巻き事件、もう一つその今、展示している、裸体婦人像という、まあ、婦人裸体像という作品が実際に布がかぶせられたり、でこの長笑というのは今もう戦災で失われてしまったんですが、ね、うん、これは本当に裸体画論争という、まあ、はいはい、その美術界なり社会で論争が起きちゃうんですね、うん、美術展で裸の絵を展示するのは何事だという、うん、まあ、要は日本でその美とか芸術っていう観念もようやく定着しだして、うん、でなおかつそれをこう裸を裸体画が、まあ、芸術の世界で必要だっていう意識がやっぱりまだ定着してない、うん、はい、で簡単に言うと日本の裸の絵っていうのは春画なんですよ、はいはい、以前こちらでお話した、うん、はい、春画の、うん、そのまあ、ポルノ的に消費されるものでしょうね、はい、それと同一視されたんですね、うんうんうん、じゃあもうだからクロードとしては熟時代とか、いやいやいや、これ世界最先端の文化っていうのを学んできて、せっかくそのレベル上げようとしてるのに、なんじゃこのレベルの低い議論は。いやだから本当に名優である画家の久米圭一郎にも手紙で何バカなこと言ってんじゃって、うんうん、論理で言えば俺が、まあ、正義だっていうのを一生懸命言ってます、うんうん、言ってるんだけどなかなかそういうのが追いつくことも、理解がされがたかったと。面白いなと思うのは、はい、そのラフ像みたいなのもその長笑以降こう議論になって、はい、それ以降のそのラフ像が若干
若干ひよってるっていうか、はい、あの布で一部、ええ、絵でそもそも隠れていたりとか、あの春と秋っていうその、まあ、西洋婦人の、はい、裸体像といいますか野外で立っている、はい、あの作品が今回も展示されていて、あの胸は出てるんですね、うんうん、ただ股間が布で隠されてるんです ね、 ねちょっと若干あれひよったっていういやこれは本当にやっぱりその日本の社会との、その折り合いをつけるための落としどころでやってるようには思えるんですが、うん、でもやっぱりラフを描こうとしてんのに布も描いちゃってっていうあたりで、はい、多分黒田席的には俺今妥協してるっていう、まあやっぱり自覚的だったとは思うんですけど、ね、黒田席さんね、このいろいろこうキャラクターを見てきてすごく僕面白いなと思うのは、はい、やっぱり自分のできてなさとかやれてなさに常にいつも自覚的感があるっていうか、やっぱりその実際にあの絵空ごたというか、その夢見がちな話だけを考えてるんじゃなくて、うん、そのためにどうしたらいいかっていう現実的な手法を一生懸命考える人だと思います。これやっぱさ、あの薩摩の、はい、教育方法としてだったと思うんです、うん、だから戦争に負けてもかどういうんでしょう、本当に負けていないというか、うんうんうん、そういうその本当に伝統的な島津のその実力主義というかだと思うんですけどね、うん、まあでもそれゆえちょっとアーティストとしては忸怩たる部分も出てくる、まあ一面間違いなく持っていたと思います、うん、あるいはその有名な湖畔とか、はい、ああいう先ほどの、舞妓でもそうですけど、はい、やっぱり僕も松島さんの説明を受けて初めて、はい、例えばこの水辺にいる女性の構図とかも含めて、はいはい、これはちゃんと西洋その当時のサロンの文脈がある作品なんですよと、はいはい、だから本当に伝統的にそのサロン絵画っていうのがその水辺にいる、まあ、湖面であるとかその、まあ、セーヌ川とかですね、そういう水辺で憩う女性像っていうのが本当にこう、まあ、重要なモチーフでしたんで、うん、はい、それをある意味、和装浴衣でうちわを持った方ちょっと日本に置き換えてっていう形で、まあ、描写もなんか水彩風で若干、うんうん、ちょい日本寄りにして、してるんですよね、はい、で実は箱根の芦ノ湖が、まあ、背景なんですけど、そのまま同じ位置分かって調査されて分かってるんですけど、はいはい、同じ位置から写真撮ったらこういう絵にならないんですよ。湖面は上から見ていますし、人体その、まあ、この、女性像はうちは持っているのは、うん、この時はまだ結婚されてませんが、うん、黒田の奥さんになる照子さんなんですね、うんうん、のは正面から見てるっていうか真横から見てます、うんうん、だからそれって実は浮世絵とか日本絵画の手法、うんうん、東洋絵画の手法ですね、うんうん、で実はこれが近代絵画の方で言うとそのサロン絵画というよりも、まあ、その印象派であるとか、うんうん、新しいその、うん、アカデミズムではない、うん、新しいその、まあ、ジャポニズムでいろいろ影響を受けた西洋画家たちが取り入れた手法です、うんうん、だから実はこのうちわも浮世絵を見た、うん、そのイギリスのアメリカの画家でホイスラーとか、はい、モネもそうですけど、はい、あちらで流行ったモチーフなんですよ。うちわ自体が西洋を考えるとその画界で流行ったモチーフを要するに逆輸入した形で一周回ってきて湖畔があるんですよ、うんうん、でも当時の日本の人たち鑑賞者はこれは浮世絵から直結しているような風俗画っていう風に見える人が多かったんじゃないかなと思う、うん、やっぱりそういう文脈は分からないで見るからという、はいはい、でそこでやっぱ黒田清輝としては、はい、文脈なんだけどなみたいな、本当に国の文化財の指定制度ってありますよね、国宝とか重要文化財、はい、で黒田清輝は重要文化財3つあるんですけど、はい、舞妓が一番早いんですね、照明な、うんうん、まあ、ある意味当時もその、絵を学んでる人たちが影響を受けてる中、うんうん、でそれよりさらに進んだ形で農作業を描く、まあ、パリって都会ですから、はい、その郊外の農村で、あるいはもっと言うと少し貧しい階層の農作業をする人たちを描く、うんうん、作品がパリのサロンなり絵画展で見る、うんうん、ある種のブルジョアの、うん、ブルジョア目線から見たちょっとこうドキュメンタリー、社会派ドキュメンタリー姿勢みたいな、まあ、はい、だから簡単に言うと流行ってたんですよね、うんうん、でそういった作品を今回はまあ、オルセ美術館はじめ、はい、フランスから借りてきて、結構びっくりするような作品が一室にまとまってるんじゃないですか、ね、そうですね、実は、まあ、自分でもどうでしょう、そのミレーの展覧会でしか出る、
出ないような代表作も、うんうん、お借りできて、うんうん、なんで貸してくれたのかなっていうぐらいなんですが、でもやっぱその世界的当時の世界トップっていう横軸の視点を入れると、やっぱり当時その黒田さんが描かれてた絵というものが何を目標に描かれていたのか、どのレベルを目指してやっていたのか、そしてやっぱそこの、まあ、ギャップも含めてですね、やっぱ、素人目にも圧倒的にあれこの部屋もうちょっとレベルあれ変わったんだけどみたいな、いや本当ちょっとこれ下世話な話ですけど、黒田の今現代その流通する、まあ、例えばオークションで出るような作品の値段と、うんうん、今その歌丸さんおっしゃられた西洋絵画の値段比べれば、おそらく一桁じゃ済みませんから、うんうん、100倍なん100倍、それぐらいの値段の差っていうのはついちゃうんじゃないかなとは思います。まあでもそれは本当に世界のトップの話ですもんね。そうです、例えばその映画の世界で言えば、もう押しも押されぬスーパースター監督の作品に感化されて、それまで全然映画なんか撮ったことない日本の若者が単身で撮ったその先生に認められるように入賞した16ミリフィルムと比べてるようなもんだから、それはね差はあるの当然だし、でも黒田清輝の今回も展示されている作品の一つは、ちょっと数年前にオークションで出て、まあ、それは新聞に出てますから、いいと思うんですけど、4億円っていう、世界的な規模でいうと安いかもしれませんけど、うんうん、4億円っていうので世界中が驚いたんです、うんうん、黒田清輝それ誰みたいな感じで、ああそうか、世界的にはそれほど知られたのか、その時点では知られてませんから、でもやっぱりその当時その日本の近代文化のその輸入史というか、先端を学ぶもののあれとして、やっぱりそのドキュメントとして僕すごいなと思って、その単身そのパリ行って、しかももともと法律を学んでた人が、そうですね、でそこでやっぱその黒田さんは西洋絵画のあり方っていうのを思想ごとやっぱ学んだっていうところですよね。要はその当時のパリは本当に、まあ、アバンギャルドまでとは言いませんけど、思想的にも先鋭的でしょうし、もう簡単に言うとアナーキズムというか、その、まあ、ちょっと優しい言い方すると自由主義といいますか、その、まあ、貴族ももういませんし、自由な世界ですよね、それが世界的に一番進んでる国だと思います、で18歳から26歳、9年ほど27歳ほど、歳ほどいますけど、そういうある意味多感な時期に、そういう、まあ、思想的な社会の洗礼を受けてますので、ある種完全にかぶれてるはずなんですよね、まあ、待って、それはそうですよね、だから単に技術だけじゃなくて、向こうはもう絵っていうのは単に絵の写真みたいに描くとかじゃないんだぜと、思想なんだぜっていうところもちゃんと、本当にその思想そのものを持って帰るっていうよりも、思想を、まあ、絵で広めようっていう意図で画家になってるっていう面がすごい強いと思うんですよね、なるほどなるほど、でそれによって日本を持ち帰って、その文化程度を上げようじゃないかというような、それが、やっぱり目的の一つにあるのは間違いない、でもう一つはその絵を、絵画っていうのが自分の表現、まあ、個人の、まあ、誰かのためではなく個人の自由な表現だっていうことを、まあ、そういう意識っていうのが本当に日本ではありませんから、それを広めたいっていう意識があったんだと思います、黒田清輝さん本当はじゃあそのパリですよ、サロンにせっかく認められて先生もいるし、でそのままずっとパリにいれば、そのパリの中でまたさらに画家としての立ち位置確立してっていうのも多分間違いなくあったと思う、アーティストとしては多分そっちが本当はやりたかったことかもしれないと思うんですよね、のに、まあ、帰らなきゃいけなくなるわけですね、だからやはりその先ほど言ったようにお父さんが子爵ですから、でなおかつ、国のために留学してますんで、国のためになると思って勉強してますので、それをその戻って帰って絵を、まあ、新しい絵の示し方をやらないとっていう、まあ、本当に明治の、まあ、男の人としては、それ以外に選択肢がないんじゃないかなと思います、一アーティストとしては本当は残って勉強し続けたいけども、という感じなんですかね、その先ほどの、ね、黒田さんがこう努力、若き黒田清輝がこう努力してやってる途中、ただこれ日本でいきなり帰ったら先生もいなくなっちゃうわけで、そうですね、さぞかしこれ一作家としてはちょっと不安だし、いや本当に本人も親にこう手紙を送るときに、その日本では結局自分自身が一番トップ最先端にいることになって、上長し、ま、慢心して、で自分の技術も手が落ちちゃうんじゃないかと心配している、やっぱ最先端でしのぎ削ってるわけですからね、
それはでもその忸怩たる思いを若干考えながらも帰国してと。でもう一つは実はその代表作読書っていうものの、はい、あのモデルはマリア・ビオさんっていう人なんですけど、はい、あの恋人なんですよね。あの彼女をモデルにね何作か書かれてますよね、はいはい、あのパリから南東に60キロぐらい離れてるんですかね、はい、のあの農村ですけどグレーっていうグレー、はいはい、にあの、まあ、暮らしてあのそこで絵をたくさん描いてそこでたくさんの代表作が描かれているんですね、うん、あのグレーのねその終作として、はい、要はその絵の後に描く絵の構想として描かれたそのグレーの田園風景とか、本当に素敵、はい、なんか素敵だし、いや本当に今、数年前に行ったんですけどあの芝生のあの色であるとかポプラの木の色であるとか、はい、あの本当に絵に描かれているような状態で現実に、うん、今も残ってますんで、すごいところですね。で黒田が描いたそのまあ、あの教会の廃墟であるとか、うん、あの塔であるとか橋であるとかそのまま残ってそんなものでも残ってですねそのまま残ってま す、ね、本当なんかでもその、 あの恋人に向け、はい、恋人をかいモチーフにしているというのもあって、なんか、あの先ほどね失礼にもその学生の絵ですねなんて言っちゃったけど、そのも含めてなんか若き画家の俺はこれからやるぞっていう、なんかあのやっぱ前半の絵はその喜びに絵を描く喜びに満ちてる感じがあるんですよ。本当にそういうその結局うまい絵だから感動するっていう話ではなくて、うんはい、何かこうその画面からあの訴えるものっていうのは間違いなくあるそうなんですよ。だと思う。この展覧会はやっぱしそのいわゆるうまいとか技術的なことじゃなくてその文脈も込みなのあるんだけど、ああやっぱ良さっていろいろあるなみたいな、もうこの時点でグッとくるんだけど、これが後に彼の人生が日本に行くことによってさらにまた良くも悪くも変わっていくあたりでまたさらに味わい深くね、はい、響いてくるというあたりですかね、はい、では日本に帰って黒田清輝、どんな風な活動になっていくのか、CM を挟んで、お聞きいただきたいと思います。ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。はい、時刻は11時29分です。 TBS ラジオライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。この時間は日本美術界の偉い人黒田清輝がやろうとしていたことって一体何だったのか特集をお送りしております。教えていただくのは現在東京国立博物館で開催中の黒田清輝展キュレーター松島正人さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの先ほど黒田清輝がフランスに行ってる時に伊藤博文とかがドイツの憲法っていうところでワイマール憲法って言ったんですけど、時代的にビスマルク憲法の時期だということです。間違えました。申し訳ございません。訂正してお詫びいたします。はい。あとあれですね。その先ほどはそのフランス時代グレーというねその田舎町の絵がみずみずしくていいなって言いましたけど、はい、自画像なんかも描いてて若々しい。そうですね。あの今回の展覧会では5つ自画像を展示してます、はい、で19歳から、23歳、33歳、そして数え50、49歳ですかね、はい、そういう作品もあって本当にあのもちろん顔つきは変わってきますけど、その描き方なり、はい、そこににじみ出てるような黒田の、うんはいまあ、内面みたいなのも顔に刻まれていきますので、切ないんですよね。前半とどう変化していくのか、先ほどね、まだまだその拙いところあるけどみずみずしいあの明るい青春時代何も思っあの43年ぐらいで、舞妓は、もう本当ついさ90年代ぐらい、いや後半は、はい、結構最近なんですね。最近なんですよ。だからある種その評価的な意味も、うん、我々本当知ってるような、まあ、切手にもなってますけど、はい、その意味的には若干その評価が、まあ、正式には、うんうん、あのそういう、指定制度でいうとちょっとなかなか理解されなかったところがある、日本国内で特に、ちなみに後半はこれパリ万博に出品用に書いたんですね。出品するために賞、はい、を取るために書いた、まあ、本人としてはあの5点出品してます、はい、であの後半であるとか後からあの、はい、ご紹介する作品もありますし、はい、5点あって、それぞれまあ季節全然違うんですよね、またね、違う種類の、うん、でそれもある意味そのパリ万博っていうその世界中で自国の文化をこう、はい、あの競い合うコンテストに出して、うんまあ、油絵で、大賞金賞銀賞とかそういう賞を競い合うわけですよね。それによって日本の近代国家日本のここまで来ましたよっていうのを示そうと、うん、だから
あの5つの手法も取材も、あの要は春夏秋冬の季節を、はい、まあ、描きながら、でもう一つ痴漢城は、まあ、一つ別に描いてますが、はいはい、うん、それも示して、あの日本のレベルを示そうという、うん、まあ、意欲作には間違いないと思います、うん、はい、まあ、でもそれぞれ要は傾向と対策に合わせた作家風だったりして、だと思うんですけど、ね、ここが面白いですよね。だから独自の黒田清輝独自のオリジナルの何かで勝負っていうよりは、やっぱりここで賞を取るならこういう文脈師匠みたいなと思うんですよ、ね、それが面白いですね、まあ、だから本当にあの本人も黒田本人もそうですし、まあ、世界の潮流もそうなんですけど、本来は自身の表現したいものを自由に独立して、うん、自律的に書くっていうのが黒田も本来目指しているわけです、うん、はい、でもその、まあ、傾向と対策をたくさんこう練って、うん、今流行している受けるものっていうのを一生懸命探す、もう簡単に言うと本来の、うん、私の考えですけど、はい、絵描きさん、まあ、はい、画家は頭では描いてないと思うんですよ、うんうんうん、目で見たものをあのモデルさんを描く、あるいは構想を練って描くときに、うん、手が勝手に動いてると思うんですよ、うんうんうん、黒田の場合は目と頭と手がこうつながっちゃうような形、うん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 、で実はちょっと余談ですけど、私も油絵の絵描きを目指したんですが、実は、でもそれがあのそんな形でした。頭で考えてます。まあ、ちょっと並べるのもおこがましいですけど、すっごい感情移入できます、そこが。多分いろいろ考えすぎて、そのキャンバスに直接出ない。あとやっぱりそのフランスよとしたらパリにずっといれば一アーティストとして自由に花を与えてるかもしれない、かもしれません。そのいずれそうなっていったのかもしれない、はい、のにやっぱ日本っていうものを背負わなきゃいけない立場に勢いってしまったというか、はいはい、本当にその社会的に高い立場で子爵っていう人、はい、くらいをあの家族ですし、で貴族院の議員にもなりますし、うんうん、で帝国美術院っていう本当にその芸術家たちの、まあ、補助組織といいますか、報奨をするあの美術院の院長にもなりますし、本当にあの社会的な立場がますます高くなる、はい、でぶっちぎりの権力者っていうかね、芸術の中では権力者です、はいはい、で最終的には文部大臣にもなったんじゃないかとも言われてますから、うんうん、なんだけど一画家としては忸怩たるものが常にあったのではないかと、はいはい、ずっと絵は描いてるんですよね、ええ、しかもなんかこうパーツを描いてはやめるみたいな、うん、だからやっぱりそのちょっと難しいですけど、構想画っていうあの、はい、ジャンルがあるんですけど、その、まあ、人体を使って、複数の、群像表現で何らかの理想であるとか、抽象的な意味を絵に表そうっていうのを目指してたんで、うん、その、まあ、修作した絵っていうのを一生懸命、うん、書いてます、うん、でそういったものもあの今回の展覧会では、展示も一緒にしてるんです。ちょうど晩年にあたる部分ですね、はいはい、そこのところであるんだけど、やっぱりで だんだんやっぱ絵としては正直並べてみると、はい、なんていうんですかね、荒れてくるっていうんですかね、なんかこう あんまり時間ないのかなとか、あと途中でこうやる気なくしてやめちゃったでしょみたいな、まあ、だからやめちゃったというよりその本当に忙しすぎて、うんうん、いろんなその仕事がいっぱい、まあ、40代50代増えてきますんで、うんうん、実際に絵を描く時間がなくなっていってるはずだと思います。というそのなんか権力者として世間的には成功しているんだけど、彼の心はきっとと何かこう空洞があったのではって感じが見えるような展示でした これね。でまさにその50歳のジャスト50歳の時の自画像とかね、はい、なんかこうあの本当に絵の具というか画面はすごい明るいんですけど、なのに眉間にシワが寄って表情がもうね苦悶してるような、でちょうど数え50なので私と同い年なんで、また比べて申し訳ないんですけど、はい、何か本当あのじんときちゃいますね。あのちょうどその50歳の時に、はい、あの彼があの雑誌のインタビューに答えたメッセージというのがちょうどあの、はい、今回の展示だとあの絶筆のね最後に書いた、はい、あの横のところにこれが飾ってて、はい、ちょっとこれ読ませていただきたいんだけど、こんなこと言ってる黒田清輝さん。50歳の時、私は当年とってまさに50歳になるが、芸術にかけては一個の学生に過ぎぬ。年の割には絵が上手くない。勉強する時間もいろんなものに割かれて比較的少なかった。これからまあ大いに勉強する所存である。仮に80歳くらいになったら自分はこういう思想を持っていますと人に示すようなことができようかと思っているって、こんなこの立場の人がこんなこと言ったんだみたいなのがちょっとじんときちゃいますね、やっぱね。だから本当に本人もうまくないって思っちゃって、
分かってるってことですよね。そこがすごく切ないし味わい深いなという、あたりですかね、はい。実際には58歳で亡くなってる、はい、病床でも、ね、ずっと絵を描いてるんですよね、はい、絵を描くのはやめないんですよね、本当にあの絶筆って言われてるあの梅林梅の林自身の家の病床から見える庭の、あの梅の林が見えるんですけど、はい、それをあの描いた、まあ、商品ですけど、うん、本当にこう、まあ荒れたと言いますか、うん、荒い筆致で、はい、やっぱりそこでこうじくじたる思いが本当に画面に現れちゃっているような作品なんじゃないかなと思います。いろんなタッチに常に挑戦してますよね。いや本当にあのここまで逆に言いますとね、あの黒田清輝のスタイルって何って言われたら、うんうん、本当に画面が明るいとかっていうのはその要は留学時代に本当に現れますけど、戻ってくると学生にも教えないといけない、うん、で、自分が習ったコラン先生のスタイルだけではなくて、うんうん、当時の本当に最先端さらに最先端、もうたくさんいろんな形で描いてます、ね、印象派あり表現主義ありみたいなところまで踏み込んでやろうとはするんですよね、それがまたね、あーすごい海外のいろんな動向敏感、敏感でもできてはいないみたいな感じがこうそれを自分自身の絵にどう結集するかっていうのが最終的に何か残っているのか残っていないのかっていうことある意味そのオリジナリティって意味ではなかなかつかみきれなかったところもあるのかもしれないって感じでしょうか、はい、でもそれでいてその芸術界のために常にずっと奔走はしてるんですよね、はい、熱い男ではあるんですよね。そうなんですよね。病床の時もなんかあったんですよね。あのフランス、まあ、同時代のフランス現代美術展というのが開催される時にあのロダンの、まあ、接吻というそのブロンズ像が展示される時に、はい、やはり問題になって撤収騒ぎになった時に、うんうん、あのそれをあの防ごうとして奔走したりします。あの実際に伏せてる時にですね、うん、はい、そういった本当にこう社会との芸術との齟齬をなんとか、うん、あの埋めようっていう奔走をするわけですね。日本社会とその自分が理想とする文化状況というか芸術状況との戦いは最後までやめなかった、はい、ということですね。でもうここだけであの展示ボックス見ててもですね、ちょっと本当に涙がポロッとこう来るような素晴らしい展示の流れなんですけど、今回の展示がですね素晴らしいのは最後にちょっとトリッキーな構成ですよね要はあの黒田清輝の代表作であるある絵が、はい、時系列的にはもっと前に若い時に描かれた絵にもかかわらず、ね、はい、今僕が話してきたことを、僕が話してきたオリジナリティって意味ではねとかいろんなことを全部ひっくり返すような、はい、すさまじい、代表作地感情という、はい、まあ、三連の絵がありますよね、はい、これが最後にドーンってこう来て、そこでなんかこううわすげえ黒田清輝すげえ絵描いてんじゃんみたいな感じがする。どんな、はい、まず地感情どんな絵なんでしょうか。あの湖畔と、まあ、同じように、まあ、1899年ですかねに描かれた絵ですけども、パリ万博に出品するために、まあ、描いて構想して描いた、はい、で日本人洋画の中では西洋画の油絵の中では日本人最高の銀、現在東京国立博物館で開催中の生誕150年黒田清輝日本近代絵画の巨匠というこの展示、そして今夜の特集、まず一つ言っておかなきゃいけないのは、ま、言わしてください、いわゆるいい絵を純粋にありがたく鑑賞するだけで事足りりというタイプの内容ではございません。そうではなく、ある作家、つまりこの場合黒田清輝の作品や活動を点で見るのではなく時系列に順に並べて見ていくと同時に同時代の世界的な文脈を踏まえて見てみる、つまり縦軸と横軸に大きく視点を広げると初めて見えてくるものがある。それは日本の近代日本の文化の在り方と、一人の男の報われぬ魂の物語、それが最終的にドスンと来るように構成された展示であるという、そういう意味で美術館的というよりやはり博物館の展示ということなんですね、で非常に泣ける物語を、提示しているんだけど、ラストのラストにそれでもそういう物語性とか時代の空引きを超越する圧倒的な何か、まあアートなんでしょうか、それ示して終わる非常に鮮やかな幕引きの、そんな展示です。なので、見終わった後ですね、私、連想したのは映画フォックスキャッチャーのような、恐ろしくビターだけど涙が出てくるほど人間的な超良質の電気映画を見たような感触、これを得たということでございます。こんな感じ、まずは出だしとしていかがでしょうか。今日はこんな特集をお送りします。タマフルカルチャーシリーズ改め、教科書で見たことあるけどよく知らないからこれを機会にちゃんと学ぼうシリーズ、日本美術界の偉い人、黒田清輝がやろうとしていたことって一体何だったのか特集 by 松島雅人。
はい、ということで私もね、はっきり言って今週木曜にね見に行くまではこんな感じでした。美術の教科書で名前は聞いたことあるようなないような、代表作湖畔とか読書とか見たことあるような、まあ見たことはあるけど、あのなんかおっぱい見せそうなやつでしょみたいな、などとぼんやりした認識の人が大半であろう明治時代の洋画家黒田清輝、もちろん教科書に載っているような偉い人、これは間違いないわけですが、実際何がどう偉いのかというか、そもそも黒田清輝とは何を成した人か、もしくは何を成さなかった人なのか、実は知れば知るほど味わい深いこの黒田清輝という人物アーティストについて今夜はたっぷり学んでいきましょう。ぶっちゃけ今夜は泣ける特集じゃないかと、てか本当にこの番組好みの特集だと思います。解説はおなじみのタマフル御用学芸、失礼なのね、松島正人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご無沙汰です。もうすっかりヒートアップしてしまいました。ありがたいことです。勝手に吹き上がっております。はい、本当は偉い人ですよ松島さんね。簡単にご紹介いたします。東博こと、東京国立博物館の研究員、平城展調整室長、平城展調整室長、すごいですね、調整室長、はい、調整してます。これまでタマフルでね3回特集いただきました。美術館博物館に行かないやつはバカだ、ストレートですね。美術館博物館に行かないやつはバカだ特集、浮世絵は江戸のグラビア雑誌だ特集、これ面白かったですね。そして会いに行けるアイドルとしての国宝特集、これ去年でしたっけね、出演していただきました。そんな松島さんは現在、東京国立博物館で開催中の生誕150年黒田清輝日本近代絵画の巨匠のキュレーションを担当と同時に、こちらも現在文化村ゼンミュージアムで開催中の俺たちの国よし俺たちの国定のキュレーションも担当。俺たちのってすごいですね、これね。私の国よし私の国定、失礼しました。というね、もう同時にこんなビッグネームというか大ネタを手掛けられて今大変なんじゃないですか。いや本当に大したことないですよって言いたいんですけど、大したことあるでしょこれは。本当に、ね、あの夏ぐらいからちょっと本格的なあの準備が始まって、死ぬ思いで去年からずっとねで、まあ、あのもちろんこんな展覧会って一人でできるもんじゃなくて、あの浮世絵もあの近代美術の専門家の方々と一緒に企画練って、はい、で途中途中で私の暴走を皆さんで止めていただいて、暴走なんですか暴走なんですか、やっぱ松島さんあのしちゃいますんで、あの止めていただいて、でいろんなスタッフの方に助けていただいてようやく開幕できたっていう形です。はい、ね、であのまあ、国吉国定もね当然ね、やってもよかったんですけど、僕としては今回松島さんにぜひちょっと黒田清輝ちょっと僕興味湧いてきたかもしれないですということで、ちょっと今回はこちらの特集お願いしたわけなんですけど、はい、先ほどちょっと熱く語ってしまいましたけど、とにかくもうあのねあの特別展ね感動してしまいました。ありがとうございます。素晴らしかったです本当に。本当、はい、あの黒田清輝展の方を、うん、あの選んでいただけるとは思ってなかったの で本当にあのびっくりしちゃって、あの大変ありがたかったんですが、うん、あのというのはもう最近国吉が本当に流行っていますんで、うん、はいはい、まあ、至る所で展覧会されていて、うんうんうん、で今回、まあ、それとは違った展覧会しようと思いながらも、うんうん、あのいろんなメディアの方々本当に国吉引きが強かったんですが、うんうん、あの黒田清輝なかなかお呼びがかからなかったので、うん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 、ちょっとその単純に本当にあの嬉しかったです。あ、生と呼ぶべきか、はい、あのやっぱり多分黒田清輝って生地例えば湖畔だとか、はい、要するにその権威というのかな、権威付けはもう固定してあるイメージがあるため、やっぱなんで黒田清輝って感じがしちゃう、うん、まあ、あれでしょうっていう感じなんですかね。分かった気になっちゃうところあるかもしれないですけど、でもう本当だから歌丸さんがなんであの黒田清輝に注目されたのかなっていうのがちょっとどういうところなのかな、うん、これはでもまさに松島さんのプレゼンというか今回の特別展の見せ方そのものが、あ、これひょっとしたら 俺にすごく関係ある話かもしれないっていう要するにまあ、西洋初の日本にはもともと土壌すら存在しなかったものを、はいはい、日本にどう根付かせるか紹介するかというところで、まあ、奮闘し、でも同時に何か限界にぶち当たるみたいな話って、はいはい、まあ、僕全然スケールもねできてることも小さいあれですけど、まあ、日本のヒップホップとかの流れとかも通じる、まあ、要するに日本の、近代文化全体にある普遍的なとしたら構造の話かなと、思ってって言ったらもうドスンときましたもう、はいはい、ということでね、あのぜひですねその黒田清輝展行っていただくという意味で今回の特集していこうと思うんですけども、もうたっぷりいきましょうね。今夜は黒田清輝展に習ってですね黒田清輝の歩みを追いながら、その味わい深さ、あの要はそうここです、あの要はねあの国吉国定はいいんですけどあの、はい、黒田清輝は
説明がいるってことです。超説明いる、うんうん、で僕その説明必要なもの大好きなんで、そうなんですか、はい、説明をね今日していこうと思うんですけど、はい、3つの区切りでお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、じゃあまず黒田清輝のじゃあ、キャリア順にちょっとお願いしたいんですが、はい、まずは出だしはどんなとこからいきましょうか。はい、あこれですね、黒田清輝。じゃ あの黒田清輝 の、はい、あのフランス修行時代からお話したいと思います。最初はフランスに修行しに行った、はい、黒田清輝のちょっと略歴、紹介させてください、はい、薩長同盟が成立した年、慶応2年、西暦1866年に鹿児島県鹿児島市に生まれると、はい、で、お父さんは薩摩藩士の、黒田清兼という方ということですね、はい、で明治11年黒田、清輝12歳の時に日本画や水彩画、鉛筆画の書法を学ぶ、絵は学んではいたと、はい、まあ、ある意味上流階級のたしなみですね。なるほど、はい、あんたが人並みにやってるぐらいの感じですかね。そうです、はい、で16歳の時に法律を学ぶためにフランス語を学び始め、はい、18歳でフランスへ留学という、はい、そういうことです、ね、はい、まあ、要するにその当時のもう明治維新以降の、はい、もう出世街道というか、まあ、そういうことだと思います。権力中枢のど真ん中にいる人ですよね、はい、ポイントとしてはどんな感じなんでしょうか。実のお父さんというのがその黒田清兼っていう、まあ、薩摩藩士の人なんですが、はい、その黒田家の、まあ、本家筋になるその黒田清綱っていう人の養子に入るんですね、うん、はいはい、で跡取りになるわけですが、でその清綱っていう養父は明治の元勲です。ああ、要は明治政府で活躍した人です、うんうん、超偉い人、はいはい、戊辰戦争で活躍した、うんうん、まあそのまあ、武家ですよね、はい、でその人の息子が要は明治時代にまあ、ある意味、まあ、薩摩藩鹿児島 の、 その武家の子ですから、はい、お国のためになすべきことをするっていう、うん、もうある意味立派なことをするために、うんうん、まあフランスに留学して、うんうん、その法律を勉強して、まあ、その頃は日本には憲法ありませんでしたから、はいはい、まだ法律もないから、だからやっぱり列強なり先進諸国と肩を並べるためには法律が必要だ、うんうんうん、で法律を学んで、まあ、フランスの法律を勉強して日本の近代国家のために、うんうん、活躍しようというふうに思ったわけですね。フランスの留学はじゃあ